割と8月25日日曜日の夜なんですけれども、まあ、昨日もあのこの雑談動画をご覧いただいた方だと、この格好の理由がもうお分かりだと思うんですけれども、今日8月25日もオープンキャンパスがありまして、そのために、この赤のアロハを着ていったわけでございます。それをですね、ご覧いただくためだけに着ているんで、これも脱ぎますね。これ意外とね、あの通気性が悪かったりするんですよ、ね。だから使ったりするんで、いつもの格好に戻りながら喋りますが、 あのー、まあやっぱり赤いアロハを着てる人はいないわけでしてですねあのー、まあ簡単に見つけていただけるっていうまあその本領発揮っていうんでしょうかねいうことでまああのまあそういう意味では成功かなと思っておりますちょっと失礼さああのあでそれでその本題に入る前にちょっと一,一瞬雑談の雑談をするとなんかね不思議なもんで アロハ着て車を運転していると、まあ、時々音楽聴くんだけど、サザンが聴きたくなるって、これ関係あるのかこの因果関係あるのかななんかサザンの夏っぽい曲を聴きたくなって、それでその、僕の車に積んである iPod っていう、まあ、今音楽再生期になってますけれど、それから、それに入っているサザンの曲って比較的ね、夏の曲が多いんですよ。真夏の果実とかって知ってます結構昔の映画の主題歌にもなった曲ですけれども、まあ、それとかをね、かかっ、それをかけてね、こうなんか とかね、あの桑田佳祐みたいな声の,この音域僕持ってないんであの <laughs> 一発で喉が潰れ潰れそうになるんですけれども、ね、だからそのほどほどにして、ねまあ、歌ったりしましたもう全部片付けて今日ですねこんなことがありましてまあちょっと何て言うのかな約束という、まあ、約束みたいなものっていうのかなっていうのと皆さんにご意見を伺いたいなと思うんですけれども あるときですね。まあ、あの、あるときっていうか、しょっちゅうなんだけども、その、高校さんにね、高校さんっていうか高、高校にですね、いわゆる出張講義に行ったりすることがあるわけですよ。ほんで、えっ、ー、と、 撮影日としては7月20日に撮って、いつ公開になるのかな、9月の下旬ぐらいかな、私の名前は〇〇〇,〇ですっていうタイトルの動画あるんですけれども、でそこで、その、ある高校生、あの出張講義に行った学校の高校生の方からですね、私のあの僕が名前を覚えられないっていう話をしたら、じゃあ私の名前なんとかです、覚えてくださいって言われて、覚えるから、じゃあああなたはオープンキャンパスに。 来で、それが、それで、その、じゃあ行きますみて、みたいなことを言ってたのが今日だったんですよ。で、今日午前中、えー、っと、午前中やったっけな、午後か。午前午後と例によってカリキュラム概要の説明をして、午後のタイミングかな、午後が終わったところで、その教室にその子来たんですよ、本当に。 その子がなんか友達を連れてきて、なんか友達はただ単に自分がここに行くから一緒に来てみたいな感じでついてきてくれた子で、なんか友情ってすごいとちょっと思いましたけれども、で来てくれたんですよ。ほんで、ちょっとここから喋ることについて、そこだけ切り抜かれると、後で何か問題になるかもしれないので、まあ慎重に話したいと思いますし、皆さんにちょっとあえてこれをお話しすると思うんですでも、お話しするんですけども、それはですね、まあ、 来てくれるかどうかは、その方にはね、その高校生の方には大変失礼なんだけれども、まあ、正直ゴブゴブじゃないかと思ってたんですよ。 まあだからその、なんていうの、あの、社交辞令的な感じで行きます行きますみたいに適当に言う人もいるんじゃないかと思ってたんだけど、で、まあ実際に来てくれて、ああ、来てくれたと思って、あの、まあ、あの、なんていうのかな、言葉遣いとして、今の日本語っぽいっていうかな、本来の日本語としては間違ってるかもしれないんだけど、間違ってると思うんだけど、ちゃんと嬉しかったんですよ。ほんで来てくれたってなって、んで、 聞いたら、もう大体僕、あの、要するに僕がその40分ぐらい公演という公演というか説明をしている間にすでにもう来ていろんなことやってたんで、まあ僕に会ってちょいちょい話をしたら、もうそれで帰っていいぐらいのタイミングだったらしいな。なので、えっ、ー、と、途中までお見送りじゃないけれども、戻っていってね、あのね、これ、 まあ、もしかしたらこれ言わない方がいい内容なのかもしれないんですけども、まあ、あえて言った上でこの動画をご覧いただいている皆さんに対して不公平じゃないように申し上げますけれども、えっ、ー、と、まあ、とにかくその来てくれた二人に対してですね、中央と一階にセブンティーンアイスっていうアイスの自販機があるんですけど、そこで、ね、アイスを送ったわけたんですよ。 問題は好きなものをおってやるわ。つらーっと言って喜んでて、あ今のごめん、うわーはなんかすごいバカにしてる感じに聞こえたらごめんなさい。ただ単にちょっと高い声で来たので、それを真似しようとしたけど、真似しようとした結果、なんかバカにしてる感じの声になってしまったかもしれないけれど、僕はバカにしてる意図はありません。ここも切り取らないでください。まあ、とにかくアイスをおってあげたんですよ。となると、お前は不公平じゃないかって言われる可能性があるので、ここでですね、後で編集でテロップを入れますけれども、 私もセブンティーンアイスが欲しいというですね、もしかしたら高校生がいらっしゃるかもしれない。例えば、今までいろんなところに本当に出張講義で1年に10とか20とか、20, まあ20とかあるか、行ってきて、それで、えっ、ー、と、だから1年間に4、500人とかの高校生とかなのかなか数えたことはないですけれども、の方に授業してきましたと。で、そういうふうにアイスとかをおごってあげるって今回初めてなんですよ。なので、 この先不公平にならないようにですね。なんかそれが何らかの賄賂というか忖度とかなんかそんなことにならないようにするためにここで宣言をしますが、僕が出張講義に行ったことがあって、行ったことがある学校で、かつ僕の出張、えー、体験授業みたいなものを受けたことがある方で、この動画をご覧いただいた方は、ご自分の学校名とその学校で僕がやって で、その方が塾、えー、僕の体験授業を受けた日付を言っていただければ、セブンティーアイスをご馳走します。これ全員です。その全員って言った時に500円に来たらどうしよう。あだからあ、もう一個条件がある。今のえっ、ー、と。ご自身の学校といつ、それは何月？何日かってこの2つの情報をください。でかつだから、その方のお名前は別になくてもいいけども、えっ、ー、と学校名と日付ですね。 を教えていただいて、かつもう一個の条件は、セブンティーンアイスの自販機で売り切れじゃない場合に限る。だから売り切れって言ったらちょっとごめんなさい。手配できないんで、ごめんなさいになっちゃうけれども、まあ、それであればご馳走しますと。まあ、あの、そういう意味で、あの、なんていうのかな、公平性を保つっていうのかな。あの、在学生はベッド相談です <laughs> あの。在学生、あと、えー、っと、教職員の方はもう完全にベッド相談です。もう、全く別問題なんで、その辺は全部こう、ブワって、あの、端に避けますけれども、まず1点目はこのアイスの話です。 もう一つはですね、なんか、アイスを食べるってなった時に、一緒に写真撮ってくれますかって言われたんですよ。あ,あ、いいですよ、みたいな感じで、撮るじゃない。そうするとね、それ、単純に写真撮ってどっかに撮っておくのかなとか、写真を撮って、まあ、後でインスタにでもあげるのかなと思ったら、B リアルだったんですよ。で、これ B リアルって、使ったことない方だと非常に難しいと思うんですけども、インスタってね、 普通の投稿とストーリーズで作りが違いますけれども、投稿の場合には、あ、ストーリーズもできるかし。先に写真を撮るじゃん。で、撮った写真をインスタグラムのアプリでアップする感じになるんだけど、つまり、 カメラっていうアプリを使って撮影した写真のデータをインスタグラムが読み込んで、それをネット上にアップするんだけど、B リアルはそもそも B リアルっていうアプリが持っているカメラ機能で撮影するんカメラ機能っていうか、カメラ、まあ、機能か。で撮影するんですよ。つまり、加工できないんですよ。だから、加工するとかであれば、なんか、例えば自分でこうやるしかないんですよ。物理的に。 ほんで、なんか、まあ、じゃあ写真撮らせてくださいって言って、まあ、基本自撮りなイメージなんですけど、こうやって撮るじゃないこうやって、その、まあ、高校生っていうか、女の子二人が一緒にいて、おっさんが映ってるの、どうかと思うけど、まあ、こうやって三人撮ったんですよ。で、その撮るって画面見た時には、もう B リアルやなと思ったんで、終わった後に、あ、B リアルなのね、みたいに言って、言ったんですよ。そしたら、ああ先生やってるんですかって言われて、まあ、やってます。みたいになったら、繋がっていいですかってなったんですよ。ってこと考えたんですけども、いや、 嫌ですって言えなくないっていうかおかしくないかこの流れでみたいな感じになってでそこで僕のこのものすごい老朽化している頭の中のコンピューターがブワー回転してまあ要するに B リアルって SNS の一種なのでお友達みたいな感じでつながるつながらないっていう二択になるわけですよまあまあまあもしかは保留っていう概念があるかもしれないけどまあ保留にしても結局どっちかになりますよね でそうなったときに、話の流れ的に断るっていうのはまず難しいなっていう気がしたのと、在学生と繋がっていて、学校以外の人と繋がっちゃいけないっていうような基準って、その線引き非常に、なんか曖昧でば曖昧かなっていう気がして、つまりなんていうか、断る理由が明確にはないなって気がしたんですよね。なので、繋がりました。 で、今も繋がっています。まあ、そのうち向こうから切られるとかいうおうちあるかもしれないけども。だからその向こうの人の投稿した写真を見てるんですけれども、がっつりだから若い女の子二人と、おっさん、このさっきの、このさっきのかこのアロハ着ているおっさんが写ってるわけですよ。<laughs> なんだこの絵。だから、その、その女の子の側のお友達はたくさん多分いるんだと思いますけれども、その、 ねえっと、だから今から見るとに ?2、3時間前に投稿した、B リアルに投稿した写真にそのリアクションがついてるなんか、いいね、いいねみたいなのがついてんだけど、なんか、その明らかに高校生の女の子みたいな人の顔写真がつくんですけども、その、なんていうの ?B リアルの、なんていうのいいねアイコンって顔写真みたいなものを加工して作っているんで、どういう人がそういうリアクションしてるかっていうのは、まあ顔でなんとなくわかるのよ。で、そうするとさ、だから、ブワーってその、なんか、 高校生ぐらいの女の子のアイコンブワー並んでるわけよ。だから、おっさん、誰やねんと多分思うだろうな、みんなな。なんか、アイス買ってもらったっていうところに、おっさんが一人映って、あアロハのさ、わけのわからんおっさんが映ってるわけでさな <laughs> で、なんだこの絵って思ったんだろうけど、みんなブワー押したってさ、なったんですよ。なので、これ2点目のお断りといえばお断りなんですけれども、これも、だからその公平性って意味ね。 えっと、B リアルという、ういわゆる SNS の運用,にか運用に関してで、なんかもう学内の規定の言い方だな、学内の、あれの言葉遣いのこのあれだな、まあいいや、えーとえー、僕個人の B リアルの運用については、えーと、こちら側からお友達になってくださいと申請することはありませんが、えー、基本、 リアルの世界で会ったことのある方であれば、お友達申請いただいたものに関しては、基本お受けいたします。まあ、なんでしょうね。その、なんか、あの、なんていうの。世の中に契約を結んじゃいけないとかいうパターンがあったりしますよね。あの、具体的にはちょっとここで言わないでおきますけれども。そういう特殊な事情を除いて、基本的に、まあ、いわゆる例えば、在学生であろうと、えー、まあ、体験事業とか出張講義で行った先の人であろうと、 つながってくれっていうんであれば別につながってもいいです。たださ、おっさんのそのリアルな世界見ても全然面白くないと思うんだよね。だから、まあ、それでいいのみたいな。だからたまに僕も投稿すると思いますけれども、そこに出てくるのって例えばオリオンビールとかなわけで、それこそあるいは金未や焼酎なわけで、<laughs> それ、女子高生とか見てさ、いいねになるのかないいねって押していいのかなまあ、まあ別にいいか。 あの、お疲れ様でしたみたいな感じで押す、押してくれんのかなみたいな感じで。まあ、ちょっとね、不思議な感じになりましたけれども。まあ、とにかく、えっ、ー、と、その、アイスクリームの件と、アイスクリームって言い方がもうすでに古いかもしれないけど、アイスの件と、ビー r の件についてはそのように取り扱いたい。取り扱うって言い方がもうすでに業界な感じですけど、取り扱いたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。ほんじゃまた。